小滝ゆずと、あずくらかのん、7歳の時に運命の出会いを果たした2人の四半世紀にわたる物語を書いた感動作ということなんですけど、これ実を言うとですね、プルーフ版ということで、はい、こちらにあるんですけど、後ろに一応みちさんの手書きでね、今までで一番自信がありません、でも今までで一番小説書いたって気がしていますと書いてあるんですけど、これはどういうゆえんでこんな言葉が出てきたんでしょう。いつも自信ない、いつもないですね、基本的にいつもない本当ですか。ですよ、うんうん、ある人ってなんであるんですか僕もいろんな小説家の方インタビューしてきて、あんまりこういうことは聞いたことないんですが、まあ、フラットな方もいるじゃないですか、はい、きっと特にないけどあるわけでもないみたいな。でも一応さんは自信がないけど、でも今まででしょ書いたっていうのはなんかどういうゆえんなんですかね。まあ、一口言うと名前の付けられない感情とか、うん、名前の付けられない関係って、はいはい、言うのは簡単なんですけども、うん、それを描こうとした時に、うん、絵画で言うと印象派みたいな、その影を描くことで光が見えるみたいな描き方って、はいはい、その私にとってはまだすごく難しいことだなって思いながら描いてることが多かったんですよね、はいはい、どうしてもその分かりやすく説明をしたい、こういう風ですよって噛み砕いてしまいたいっていう気持ちがあって、はいはい、言ったらその鉛筆とかペンで主線を書いて、うん、こういう輪郭のこういう形のっていう説明をどうしてもしたくなってしまって、はいはいはい、まあ、それもその自信のなさの表れなんですけれども、うん、ただまあそういう方向に行こうとすると、はい、まあ、担当さんがこれは書かなくていいですっていうふうに軌道を修正してくださって、はいはい、うん、名付けないものを名付けないまま書き終えることができたなっていう手応えがあるのは本当です。で、自信がないっていうのもそういうことで、でも今その影を描くことでというか、はい、その辺がなかなかっておっしゃいましたけど、その今までスモールワールズとかパラソルでパラシュートとかもそうですけど、僕個人の印象ですけど、はい、なんかいわゆる普通の人で何もこうあっけらかんとしてる人でも、そういう人でも必ず何か表に見せないものが当然あるみたいな、はい、なんかそういったもの結構フィーチャーされて書かれてるように私は受けたんですけど、そういう意味では影の部分っていうのは今までも当然書かれていたような気がするんですけど、それとはまたちょっと違うんですか。そうですね、枚数的に長いっていうのもありましたし、はい、ちょっと今までより少し大きいキャンバスで描いてみた、でもこう、うん、多分色数的にはそんなに多くないっていうようなところで、うん、結果的にいろんな挑戦をさせてもらったなっていう気持ちですね、うんうんうん、いろんな挑戦っていうのは例えば、うん、そうですね、女の子同士で友情でも恋愛でもないような、はい、なかなかこれ人にあらすじを説明するのが難しいと思うんですけれども、はい、うん、まあ、そういう明確な起承転結、うん、必ずしもあるものでないニュアンスっていうのをやらせてもらったっていう感じがします、うん、やっぱりスモールワールズだと家族の いびつさみたいのが描かれていたように思うんですけど、今作はそれとはまた異なる形で、個人的なんですけど、家族ってなんだろうって考えさせられたんですね。で、それやっぱ前編通してなんですけど、読み終えて今思うのはね、やっぱりなんか良い悪いではなく、自分以外は全部他人、家族も恋人も友達も、あと異性間の愛だろうが同性愛だろうが、みんななんかイコールかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、その辺さっき理想さんがおっしゃってたこの2人の関係性は恋愛でも何でもないっていう、ちょっと近いものはあるんでしょうか。そうかもしれないですね、うんうんうん、こう他者との距離って、はい、いうか、なんででしょう、すみません、僕もちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、具体的にこの中でちょっとだけ ネタバレしちゃいますけど、なんかゆずとカノンの言葉で今僕が申し上げたことをその如実に感じた部分があって、一つはどっちも最後の方かなと思うんですけど、ゆず その心の中の家に誰をどこまで入れるか自分で決めていいっていう文章と、カノンのそばにいてご飯を食べさせて愛情をかけるのは誰だっていいんだよ、産んだ人間のすることだけは特別で尊いなんて思わないって、2つがそれぞれあったと思うんですけど、はい、なんかどちらもそれぞれ別の、ね、あの言葉なんですけど、 ある意味なんか同じというか、そうすると関係って性って何なんだろうってなんかちょっと考えさせられたんですよね。つまり血縁とか家族って。そうですよね、うん、まあ、家族だからどうこうとか、うん、母親だからどうこうっていうふうに、まあ、一義的に決められることに対して、うん、私はあまり好きじゃないですよね、うん、まあ、自分は子供いないですけれども、うん、あのヤフコメとかでそういうの見るだけでもイラッとしますよね。そうなんですね、はい、なんか母親なのにこんなことするなんてみたいな、はい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 、ちょっと感想にもなっちゃうんですけど、その今の家族ってなんだろうと同時に、まあ結局愛って何なんだろうみたいに思って、編集者のね、あのこれ担当者の方で、ね、この紹介文にもありますけど35歳
男、趣味はゴルフ。読者の感動を伝える定型句として、これは自分の物語というものがありますが、最初自分の物語ではないなと思いました。でも、読んでそれはすぐに消えたってあると思うんですけど、これ僕も本当に、取ってつけたらしくて、全く同じことを感じて、で、もっと言うと、アニメ版ですけど、イエスかノーか半分かを見させていただいたときに、やっぱり国枝と都築が、との、関係性を見て、まあ、あちらにもキスシーンがあって、こちらにもね、ちょっと女性同士の近いものがあったと思うんですけど、なんかその時に最初関係ないなと思ってたけど、誤解を恐れずに、僕どっちもやっぱすごいドキドキしたんですよね。ありがとうございます。そう。なのでなんか自分の中の今までそういう経験はないんですけど、なんかその気持ちがわかるみたいに思って、ちょっと興奮したところも正直あって。ありがとうございます。はい、いや、なので家族って何なんだろうもそうだし、愛って何だろうとか、なんかその辺がいい意味で、一応さんがこの作品書かれることで、さっき決めつけたくないって決められるのが嫌だっておっしゃってたと思うんですけど、なんか全く同じように感じて、だからなんかその辺すごく不思議で、読み終えた時には自分の物語じゃないと思ったけど、なんかわかるわみたいな、こういうものってのはなんか一応さん書かれる時に、その辺をやっぱり読者に例えば感じてもらいたいとか何かあったんですかね。それか今までの作品でも常になんかちょっと個人的には通ずるところがあるように。そうだな、まあ、同じ人間が書いてるので、どうしてもこう通底するものっていうのは、ねあるのかなって、うん、いやでも書いてるときは本当あんまりこう先とかラストを決めてなかったんですね、うん、これに関しては。もう連載なのをいいことに、はいはいはい、とりあえずなんか今後の締め切りを乗り切ってから考えようみたいな、はいはい、ドラえもんの話で、タイムマシンでなんか翌週の漫画読みに行くっていうのがあるじゃないですか、はいはい、おしし仮面っていう、はい漫画の続き読みたくて行ったら、結局なんか漫画の先生がなんかその未来から持ってきた原稿を見て書いてるみたいな話があったと思うんですけど、あれは多分藤子先生の心の叫びだったんだなと思うとともに、なんかすごいわかると思って、なんか未来の自分のカンニングをしたいと思うぐらい、割とこう、まあ、悪い言葉を言えば行き渡りばったりな部分も、なんかなんとか物語として収束してほしいなっていうところで書いてたので、何かそういうメッセージ的なものっていつも私何にもないんですよね。出たとこ勝負、こんなんできましたみたいな感じですね。じゃあなんか今おっしゃったようにというか、その当然ね、一穂さんが全部書かれた作品なんで、一穂さんの作品は、はい、そこに残る読者の読後感とか、そういう世界観っていうのは、まあ、当然通ずるものがあると思うんですけど、もうなんかそこはあまり意識して書かれてないっていうことなんですか？そうですね、全く意識してないと思います。決める決めないっていうのは結構、決めつけるとか最後は自分で決めるとか、なんかその決めるっていう言葉がなんか一応さんの今までの過去のインタビューを見てきたり、はい、先ほどのところにも出てきたと思うんですけど、他人に対しては決めつけないっていうのと、先ほど心の中の家に誰をどこまで言うか自分で決めていってあったと思うんですけど、はい、それと他人に対しては決めつけないって、これ2013年の三浦紫苑さんとの対談の時に、はい、なんか降ったら土砂降りでしたっけ、はい、そこで登場人物を書く時には誰も否定しないようにと思っていると、はい、でなんか今回もそう思えたんですけど、決めつけないとか否定しないとか、なんかその辺をやっぱりすごく受けるんですけど、まあ、先ほど話してもそういうのは多分あるっておっしゃってたと思うんですけど、そういうバックグラウンドって考えたことないかもしれない、どっから来るんですかね。バックグラウンドですか。やはり自分自身子供の頃って、うん、あまり家が裕福でなかったとか、うん、あとはまあその昭和の最後の方の子供なので、うん、今の子みたいに情報量の溢れた中で生きてないですよね、はい、なんか僕も昭和最後なんで一緒です、はい、だからこう私今自分が例えば中学生とかで、うん、なんかアニメイト近くにあったらもうなんか欲しいものありすぎて、うん、なんかのたうち回ってると思うんですよこんなにもなんかいろんなものに溢れててと思うんですけど、はいはい、うんうん、でもなんか今自分の子供時代を思い返すと、なんか割と貧しいよなと思って、はい、平成初期の感じって、はいはいはい、わかりますなんか自分の親の子供の時の話とか聞いてると、うん、いやもうありえないと思うじゃないですか、うんうんうん、でもこう自分が例えばその年下の会社の子とかに、はいはいはい、なんかおばちゃんの子供の頃はさとか言って、はい、もうマジありえないですねみたいな感じで言われて衝撃を受けるんですよね、はいはいはい、でも子供時代って欲しいもの買ってもらえないとか、うん、まあそのありふれた話ですけど、こう、うん、親は自分のこと分かってくれないなっていうことがあったりで、うん、あまり好きなところに
行けるわけでもないので、はいはい、必然的に図書館に行くことが多かったんですよね、うんはい、でまあその時から今もなんとなく思ってるのは、まあ、結局自由なのって頭の中の世界だけだから、うん、その頭の中の自由っていうのを私は誰にも明け渡してはいけないし、それと同じように人の頭の中にもその人の世界っていうのはあるんだなっていうのは漠然と思ってた気がします、うんうん、その本を読むっていうのはまさにその誰かの頭の中を見せてもらうことなので、うん、なんかそうやって大きくなってきた自分が誰かの頭の中を否定したらいけないなっていうのは思います、うん、なるほど、なんかすごい腑に落ちましたね。その光のとこにいてねって今までの作品と、まあ、当然話が違うんですけど、なんかこの作品の中で今までにないようなご自身にチャレンジしたことってなんかあるとしたら、抽象的なこと具体的なことどんなことでもいいんですけど、分厚さとまず、はい、あとまあ長いスパンで登場人物、うん、四半世紀ですからね。そうですね、これ最初から考えてたわけじゃ、それも子供から大人になるまでっていうふうにはしようかなって思ってました、はい、でまあ年齢をどれぐらいジャンプするかとか、最終的にいくつになってるかっていうのは流動的な感じで、はい、まあ、とりあえず7歳からやってみっかっていう感じですね、うんうんうん、四半世紀、まあ結果的にってことだと思いますけど、はい、その辺はなんかでもある程度早い段階で見えて、そしてなんかその理由はあるんですかね。そうですね、子供と大人の成長みたいなのを描きたかったっていうのはあって、うんうん、全くの子供から始まって、うん、で少し大人になる、いろんなことが見えるけれども、まだその自分のことを自分で決められる年齢ではなく、うん、まあ、その不自由さだけをはっきりと認識できる年にはなってるっていう高校生から、うん、まあ、次完全に大人になって、はい、もう自分のことは自分で全部決めていいはずだけれども、うん、まあ、現実ってそうもいかないっていうような3段階で結果的にはなりました、うん、まあ、そういう意味で連載が逆にあったのが、まあ、苦しいながらもね良かったと思うんですけれど、そうですね、これ書き下ろしでって言われたら、はい、多分まだ書いていきます連載と締め切りなかったら一応さん結構かなりかかる可能性がありますか。そうですね、はい、うん、そもそもなんか発注がないとなんか書きもしないタイプなんですね、うん、町工場なので、はい、発注あってこその納品。これでも現実的な問題として、当然締め切りがあるから書けるっておっしゃいますが、そういう時に乗り越える、まあ、そうやって乗り越えなきゃいけないと思うので、一歩道なりの習慣とかルーティンって何かありますか。まあ、さっきの動画見るとかもそうだと思うんですけど、強いて言うなら、うん、どうしてもしんどい時は手で書きます、キーボードでなくて。それはやっぱりなんかさっき 手を動かすって文字通り、もう文字通り手を動かすんですね、うん、したらなんか言葉がなんか出やすいんですね、はい、私昔は全部手書きでしてる時期もあったんですけれども、ちょっと手首が痛くなるんで、はいはいはい、今はほどほどにして、うん、やっぱキーボードだとなんか違うなと思ったら全部消しちゃうじゃないですか、はいはい、そしたらなんかこの1時間で2行かみたいな、でもますますやる気がなくなるんですけど、まあ、手で書いてると消せないんで、はいはい、絶対違うなと思ってても次書いちゃえってなるんですよ。あと書いた感ありますもんね。そうなんですよ、ね、こう 目に見えるの で、はい、でそれでちょっとこう弾めつけるようなところはありますね、うん、パソコンだと消せちゃいますからね。そうなんですよ、1日今日何やってたんだろうみたいな、やっぱありますか伊藤さんでも。あります、あります、はい、残しときゃいいんですけどね、はいはいはい、なんか消しちゃいますよね、はいはい、なんかパソコンだとその正解を出そうとしてしまって、どうしても、うんうんうん、でも間違えてもとにかくもうやってみる方は、うん、多分トータルで言うと時間的にもかかってないのかなという気がします、うんうんうん、そういう意味で少しだけ中身に入るかもしれないですけど、一応さんの中でまあ連載があったんで、ある意味コンスタントに結果としてはある程度同じ分量書いてったわけですよね、はい、その繰り返しだったと思うんですけど、やっぱり振り返ってプルーフ版にもあるように小説書いたって気がしていますっていうところのなんか裏側じゃないですけど、ここがやっぱり本当に一番ご自身とって苦心したなとか、まあ、ここがまあ一番思い出に残ってるなみたいな、なんかありますか。苦心という意味ではもうラストですね。あ、本当ですか。はい、結末を自分の中でもはっきり決めていた、うんうん、わけではないので、はい、自分でもなんかどうなるのかなって思いながら、うんうん、君たちどうするのっていう、はいはいはい、感じで、ちゃんとこうどっかに着地できるのかなっていうヒヤヒヤした気分っていうのはずっとあって、うんうん、まあ、すごいもう長尺のお話を、うん、まあ、読者に付き合っていただいたわけなので、はい、何らかのそのカタルシスのあるような、うん、終わりでなければ、うん、っていうことはずっと考えていて、別にハッピーエンドである必要は必ずしも、うん、ないと思うんですけれども、はい、何がこう最適解みたいなのかっていうのをやっぱり書く前はドキドキしていて、はい、まあ、いざまあ書いてみたら登場人物のやることを私が追っかけて書くみたいな感じにはなったので、はい、ああよかったなっていう、うんうん、
これね、ネタバレできないのがちょっと痛いところなんですけど、これね、なんかまあ最後の方で、個人的にはやっぱちょっと2点3点じゃないですけど、するような感じを受けたんですけど、本当に最後、まあ今その苦心を感じさせないね、本当に駆け抜ける感じで、僕本当にすごく心打たれたんですけど、そういう意味ではそのラストは苦心しながらも、その、こう書いたけど、こういうふうに変わったみたいなのはあんまりないんですか？ラストに関してはないですね、うん、ただ本当初期の段階ではちょっとラストシーンのその後みたいなのをつけてたんですね、はい、エピローグみたいなの。そうなんですね、はい、それ高橋さんにお出しして、はい、これあるのとないのと、はい、まあ、どっちがいいですかみたいな話し合いをして、まあ、まあない方がいいですねと。あ、そうなんですね、ということになりました、はい、今これ音声聞いてる方ちょっとよく分かんないと思うんですけど隣にですね、連載を担当されていた文藝春秋の高橋さんもちょっとプチ参加していただいてるんですけど途中から本当は高橋さん移動されてたんですけれども、はい、そうなんですね、はい、私の面倒を終わるまで見て責任を取っていただきたいせっかくなんで高橋さん高橋さんのお名前も出たんであれですけど、その高橋さん、そのいわゆる連載の編集者側として、まあ、今ラストの話も出ましたけど苦しんでる一応さんになんか気持ちよく書いてもらうために心がけたような面白い話ありませんか？逆に待ってる側からするとあまり苦しみを感じさせないところはありました。というか一応さんちゃんとしてらっしゃるので、うん、遅れるときは遅れるって絶対言ってくれるんです、はいはい、締め切りの近くに、はいはい、なので編集者からするとそれは非常にありがたい。まあ高橋さんって基本的にクールなんでいいとこはいいってちゃんと言って、うんてくださるし、うん、なんかここはなんかよくわからないとか、うん、ここなくてもいいんじゃないですかね、うん、みたいなところも、うん、汚なく言っていただけるので、はいはい、まあ、そういう意味では信頼を置いてやりやすかったですね、うん、まあ、フラットなのでなんかブレないですよね、あんま、なんつうか感情がこう割と安定してるので私がこうすぐこう不安定な方なんで、はいはい、やっぱこうすればいいのかなとか2人でなっちゃうとねわちゃわちゃ、ね、そうなんですよ、はいはい、そうか。でもなんか一番気になるのは当然まあ出せませんが、そのエピローグでこの終わりの後の続きを高橋さん見てるわけですよね。はい。もうこの今回ね初版限定スピンオフ小編付きですけど、そこはもう誰も知ることができないってことですよね。今のところはそう。そうですね。その後はわかんないですけど。あ、いいですね。さすがですね。そうか。まあもうちょっと知りたいところで止めてますよね。そうですね。止めてますがご想像にお任せしますっていうところが。ただ。まあ、これは多分言えないですが、この最後の一文でこの話を編集者的には終わらせたかったんですよね。それがすごい強い。多分この一文を読んだら、この長い話を読んできた。甲斐があるっていう方は変ですけど、はい。はい、ありがとうございます。まあ、さっきそもそも書けないときどうするかって話もありましたけど、日頃書く環境って どんなですか？つまりどんな場所でも書けるっていう人もいれば、家のここじゃないと書けないとか。私は基本的にはその家の、自分の机。はい、会社の近くのカフェがあって、まあそこをなんかいい感じに狭い席があって、はいはい、でコンセントもあって Wi-Fi も来てるので、はいはい、そこで2時間とか頑張る時もありますけど、基本的には家ですね。そうなんです、はい、家ではなんかものすごい大きいデスクトップのモニターにみたいな、なんかこだわりとかこのキーボードじゃないととか、なんか結構あるじゃないですか、作家さんによっては。ああ、もう普通にこの iPad。iPad？ iPad です。これ聞けてよか、これは新鮮。本当ですか？ iPad にBluetooth のキーボードとか。そうです、そうです。iPad のキーボード。ちょっと衝撃的なんですよ。そうですか。はい、打撃感とか大丈夫ですか？あんまりその辺は気にしないですね。はい、手で書くときは、万年筆と方眼のノートを使いますね。はいはい、私すごくちっちゃい字を書くので、はいはい、本当もう5ミリ方眼でも余るぐらい。方眼いいですよね。はい、です。いいですよね。青い方眼で、万年筆はノック式のやつですね。はい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 、蓋閉めるやつだと、はい、一旦閉めたらもう開かないと思う。確かに。そう。どうしてもこう考え込む時間に乾いちゃうと思うので、はいはい、ノック式の万年筆はもうすごくいいですね。あ、なんかでも話してて、なんか手書きの方がちょっと楽しそうですね、やっぱり。手書きの方が楽しいですね。はい、後でこう読み返せるので、自分で。うんうんうん、すごいこう筆跡とかがとんでもないことになってたりとかで。そうか。でもちょっと iPad は衝撃的ですね。あ、そうなんですか。いや、いるのかもしれないですけど、なんか大きな画面でこう、やっぱり小説家って感じでダダダダダって打ってるイメージあったんですけど、iPad で。iPad でちまちま。出先だとiPad のミニの方になるので、はい。はいはいはい。そうなんですね。そうか。僕やっぱ感じたのは、この中に出てくる男性って基本的にみんな、ほぼ、すごい善人じゃないですか。すごい善人ですか。すごい善人っていうか、なんかやっぱり優しい、港もそうだし、
藤井の港のお兄さんだったり、まあ、いろいろあるにしてはみんないい人だな、優しいな、なんかこの2人に振り回されても家族に振り回されても優しいなみたいな感じがあるんですけど、その辺のやっぱキャラ設定じゃないですけど、まあ、これも全部自然と生まれてったんですか、やっぱりまず当然ゆずとカノンがあって、はい、というかゲームズと誰から生まれたんでしょう、まあ、2人女の子出そうってなった時に、うんはい、まあ、対照的な2人にしようっていう感じで、うん、まあ、ゆずとカノンって、まあ、同時ぐらいですかね。まあ、男性に関しては、まあ、ひどい男性を描いてしまうと、うん、なんかこのこいつさえなければっていう感じになりがちじゃないですか、はい、すごく分かりやすくなってしまうというか、はい、そうなるとなんていうか、まあ、女性対男性の構図になってしまう、うん、まあ、それはこの物語で描きたいことではなくって、うん、打ち合わせしてる時高橋さんがふっとなんかなんかこう最近のなんかいろんなニュースとか見てるとなんか男に生まれてすいませんって思う時がありますみたいなことをポロッとおっしゃって、ああなるほどなって思って、うん、まあ、それもあって2人にとって、まあ、マイナスになるような存在には描きたくないなっていうのはありました、うんうんうん、でもなんかそのね、誰か一人をっていうのはやっぱりずっと今日のインタビューとか今までの、ね、作品とかでもなくて、なんかそういう人がやっぱほとんど出てこない感じがするんだよな。発言がなかなかねしづらい逆にありますからね。もう男性ではすら考えすぎると言えないみたいなね。なんかその加害性みたいなところを出してしまうと、うんうん、まあ、湊なり藤野のキャラクターではなく、うん、その男性っていう性別からの加害っていう風になりがちなので、うんうん、まあ、その辺のさじ加減っていうのは非常に難しいなって考えた結果、うんうん、弱さと優しさのある人っていう、うんうん、男性ですね。本当に今の話ですよね。なんか読んでて自分もいいんだって言うとなんか反応浮いたような言葉になっちゃいますけど本当にその辺のさじ加減が絶妙、やりすぎてもちょっと不自然な感じあるじゃないですか。なんかその辺の微妙なさじ加減で、まあ、それがまさに一郎さんのセンス才能だとは思うんですけどこの辺はもう書きながらなんとなく生まれていくやっぱりもんですか。そうですね、あの、うん、キャラクターに関しても書く前にこう、うん、あんま細かく詰めないです、うん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 、書きながらっていうところが大きいですね、うんうん、そういう意味でこの作品やっぱりね、あの非常に個人的にはなんか読み終えた後安心感というかなんか感じたんですけど、まあ、この本が出て他にも今また書かれてますよね。そうですね、あの連載っていう形で書いてるのは川出書房さんのスピンっていう雑誌で、あとは、公文社さんの、はい、小説宝石に、うん、あの不定期で短編を載せていただいたり、うん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 、っていうふうにポツポツとやらせていただいております、まあ、最後の最後にですけどこれ聞いてる方に向けて、はい、まあ、メッセージを一言ください。そうですね、帯には最高傑作と書いていただきましたが、が、まあ、なんか それほなんか言うほどでもないかもしれないけれども、はい、私はこの物語好きなので、うん、読んでくださった方も少しでも好きになってくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あまりメッセージを見たらすいません、意外とオーソドックスはなかったのでちょっと戸惑ったと思うんですがでも最高傑作ではなかったとかもしれませんがっていう瞬間に高橋さんがビクッとねちょっと動いたんですけど高橋さんちょっと一言加えてもらえますか。まあ、さっきの繰り返しになっちゃいますけど、はい、この話がこの最後の一文で終わるんだっていうのを体験してくれた、うん、今年一番印象に残る読書になるんじゃないかと思います。もうやっぱり読みたくなりましたね、はい、そしてこれさっきもね強調させていただきましたけどこの初版限定でねスピンオフ小編ついてますので、これは本当に僕もさっき初めて見たんでまだ読めてないんですけど価値あるものだと思うので、光のとこにいてね初版限定ショートストーリー青いひな一歩道、米印、本作は光のとこにいてのスピンオフです。本編読了後にお読みいただくことをお勧めしますということで、これもうね、これがどんな話かも、ぜひ初版で読んでいただいてということで、今日はですね、小説家の一応道さんに光のとこにいてねについてお話を伺いました。一応さんありがとうございました。高橋さんもありがとうございました。ありがとうございました。